はい、皆さんこんにちは、ヴァンデルグリュービジです。では今回はザン3スピリッツ、続きをやっていきたいと思います。でですね、少しというか、だいぶですね進めていまして、現状赤い勢力がですね、織田つまり信長の勢力圏内になっています。実はこのゲームも中盤以降はお金をもとに鉄砲を大量に購入して、その鉄砲で敵を、まさに焼き払う、打ち尽くすというゲームの様相になってきます。なのでこのままね、敵をどかどかと潰していきたいと思います。で、いわゆる部下っていうのかな、家臣もだいぶ増えてまして、光秀だとか、武田のね維新たちだったりとか、大量に家臣が入ってますので、その様子も後ほどご覧いただきたいと思います。ではまず合戦でね潰してきた各大名家たちを見ていきましょう。はい、では東北を平らげて、西側の方にやってきました。岡山まで取ってます。ここから先ですね、九州四国と乗り込んでいきたいと思います。で武将の方なんですが、これドンバクだと思うんですけど、今岡山にですね1435のですね、はい、では進めてきまして、東北地方は完全に平らげました。残っているのが九州と四国というところと、あとは山口県とかね、その辺りになっています。なので残りもね平らげていきましょう。でこれは多分バグだと思うんですけど、今岡山ここにですね1435の兵士を入れています。1435、ただここで見ると兵数が435になっていて、実際ですね編成を行う時も435しか徴兵というか編成ができないので、おそらくこれはもうバグで1000人どっかに飛びましたね。では信長軍団結成です。本当は1400人いれば、勝家軍、秀吉軍、光秀軍という形で、軍をね分けて編成するようにそれぞれの与力たちを集めたんですけども、今お話したように1435のうちの1000がどっかに行ってしまって、軍団を編成するのがちょっと難しくなりました。なのでもうここは織田家オールスターで軍を編成していきます。勝家、あとは利家かな、本当に刑事好きなんですけどね。それに秀吉、光秀、こんな武将たちが揃ってます。あとは利休ね、宗益、半兵衛もいるし、藤鷹もいるし、利光もいれば、秀長もいる。こういう本当に大信長オールスターを編成していきましょう。じゃあ最後の一人は常ちゃんかな。これで編成していきます。435で鉄砲も2なんだよね。鉄砲もね、本当はむちゃくちゃ数あるんですけどね。ではこれで編成していきます。はい、では毛利を攻めていきます。本来だったら全く問題にならない、強さを誇る織田軍なんですけど、先ほども話したようにバグで全くと言っていいほど兵士数がついてきていないという状態でお話したんですけど、ここで見ると謎の大軍団になってます。ただ鉄砲だけ数が合わないですね。60丁、ただ信長450、以下利家はじめ150の軍をついているので、ここで見ると、数が揃ってるかなと。ただ鉄砲だけ揃ってないですね。ではこれで進軍していきます。信長はね、鉄砲60丁持っているので、信長はちょっと抑え目に入って、他の人間は大軍団ということもあるので、一気に突撃して、輝元を討ち取りましょう。鉄砲もね、
相当数持ってたんですけど、謎の噴出を噴出騒ぎが起きてますからね、鉄砲の。これはね、ほんとどこ行っちゃったのかなって感じなんですよね。兵数に関しては数字上には出てこないものの、なぜかここには現れるっていうね、ゴースト兵士たちが大量に現れてるんですけど、この先どうなるかちょっと謎ですね。鉄砲をね、お金をかけて集めてきたんですけど、まあ、ただ金は正直言って余ってるんで、まあ、いくらでもあるかなっていう感じはします。敵は何人いるの？木前とかこんなところにいるんだな。まあ、物の数、兵数はなくても、うん、鉄砲はなくても兵数はありますからね。ガリガリ削っていきます。このザンスリーもね、その今や戦国もののシミュレーションゲームは言っても信長の野望しかないですからね、新しく登場してくれてもいいんじゃないかなっていう気もしますけど、まあ、新しくもう開発するされるっていうこともないのかなとは思いますけどね、まあ、信長の野望に続くシミュレーションゲームが出てきてくれたら楽しそうですけどね。ではこのまま攻略進めていきます。はい、ここで信長が征夷大将軍になりましたということなので、エンディングが入れますので、ここでエンディングを見ていきたいと思います。というわけでザンスリースピリッツ完となります。まあ最後の方はね、もう完全なる作業芸になりましたけども、まあ信長の野望以外に、もうこの戦国を扱ったシミュレーションゲームもね、あんまりないので、まあぜひね、ゲームメーカーさんの方はこういった戦国のシミュレーションゲームをまた出してくれれば嬉しいなというふうに思います。というわけで、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただきたいと思います。ザンスリースピリッツ最後までご視聴いただいた方、本当に、ありがとうございました。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。